グロスターミーティア A 空軍のミーティアヨングロスターミーティアはイギリスの航空機メーカーグロスターエアクラフト社が開発した連合国軍側初の実用ジェット戦闘機ドイツ空軍の世界初の実用ジェット戦闘機メッサーシミット目262に遅れること数週間で実戦配備された1941年に連合国軍側発のジェット試験機 E28 39を進む空らさせたグロスター社は、軍事省使用会級、4 0に基づき同国発の実用ジェット戦闘機の基本設計に着手した。歴史は古いものの二流メーカーとみなされていた、当時のグロスターには第一戦機がなく、下請け生産中のホーカーハリケーンも収束間近と、戦時下にもかかわらず手すきにしていたため、同社が指名された経緯がある。 高速化目的で単発を主張する空軍省に対し、エンジンの低信頼性を有料する同社主任技師のジョージ・カーアッターは総発を主張して譲らず、結局総発で計画は進められた。機体自体は革新性皆無の極めて凡庸なもので、早くも1942年春には発揮の試作が開始されたものの、搭載予定エンジン W2 をめぐる混乱で計画は大きく遅延し、 先に実用化したハルフォード H1 を仮に積んで1943年3月にようやく初飛行した。当初、サンダーボルトと命名予定だったが、イギリス空軍も採用していたアメリカ製戦闘機 P-47 との競合を避けるため、ほどなくミーティアに解消された。テールヘビー傾向と要安定不良が深刻でスピングが強かったが、 各種試験を続行し紹改良で実用化の目途を立てた。量産試作が高い位置の原型機は、米英定期技術交流で、ベル P-59 と交換されている。2年間にわたる試験と訓練を経て、1944年7月、ケント州マンストンで初収益した。ウェランド搭載のミーティア海位置と、 スピットファイアマーク7からなる根性評価飛行体の編成は1944年7月12日で8月4日には V1 飛行爆弾を主翼同士を接触、反転させて発撃追を記録し、その後も14発ばかりの戦果を上げたが上昇力に劣り加減速が緩慢で姿勢制御が難しく、またウェランドの軸受け強度から軌道は通じ程度に制限されていたため、 この段階で、対戦闘機戦闘は事実上不可能だった。目262とは異なり、海一は、ただ連合国側発のジェット機という存在価値しかなく、高度に発達したレシプロ戦闘機に勝る点は、あまりなかった。連合軍は、ミーティアがドイツ軍の手に落ちるのを恐れて、最初の作戦は連合軍の領空に限られていた。しかし、 ドイツ空軍の活動が非常に弱まった、対戦最後の数週間は、ミリティアは、ドイツ上空で作戦した。ダーウェント・マーク、愛党祭の本格量産型解散は、同年12月から配備が開始され、一飛行中隊がベルギーにも展開したが、この頃すでに、ドイツ側の反撃は少なくなっており、想定された、目262との交戦機会もなく、もっぱら対地攻撃機として、 試験運用されるうちに終戦を迎えた。ミーティア九百9 4 4年末に、遠心式ターボジェットの決定版、ロールスロイスニーンが完成すると、すぐさまそのミーティア向けの縮小版、ダーウェントマーク V が計画された。この専用エンジンを搭載した会4は1945年5月に、初飛行し、パワーアップに、 空力的洗練も相まって目262に非検衆る性能を発揮したものの同時期にアメリカで実用化したロッキード P-80 と同様時すでに遅く第二次世界大戦には間に合わなかった。海4のうち2機はスピードレーサーに改造され1945年11月7日に初めて600マイルパーアワーを突破したが未公認に終わった。 この F4 をもとにコックピットをタンデム複座とした練習機型 T7 が開発され、イギリス空軍最初のジェット練習機として飛行学校などに配備された。複座化に伴い胴体を延長したことで方向安定性が向上したため、胴体延長は後術の F8 にも取り入れられた。また、これをもとにしてレーダーを搭載した夜間戦闘機型も開発された。 ただしこれら複座型のコックピットは、単座型と異なり太いフレームに覆われたキャノピーを使用した時代遅れのものであり、単座型と同様のバブルキャノピーが採用されたのは、夜間戦闘機型の最終型 n f 十四のみであった。1 9四十年代末には球体化が顕著になったミーティアだったが、ホーカーハンターなどの交代翼ジェット戦闘機の配備が遅れたため、 つなぎとして、エンジンをダーウェントマーク8にパワーアップし、西側発の射出座席を装備した全面改良型海8が開発され、1949年8月から部隊配備が開始された。上昇率を除く全ての面で海4より、性能が向上した海8は暫定的な戦闘機として、戦闘機軍団の戦力ギャップを埋める重要な役目を果たした。なお、 海八が射出座席を採用したにもかかわらず、複座型は夜間戦闘機型を含め最後まで射出座席未搭載のままであった。すでに超音速時代に入った1954年まで生産され続けたミーティアは、1950年代中頃から第一線部隊や飛行学校からの退役を開始したが、その後も、 技量維持訓練機や連絡機として1970年代まで使用されていた。射出座席の試験に使用されたマーチン・ベーカー社有のミーティア WA638 ミーティアは各種試験のテストベッド機としても多用されている。ロールスロイ・ストレントに換装された海一の一機は世界初のターボプロップ推進機として各種試験を行い、後のダート開発に大きく貢献した。 この他にもミリティアは様々なジェットロケットエンジンの試験に使用された。またマーチンベーカー社は射出座席の試験用に T7 の回収機を使用した。回3のうち数機は航空母艦から運用できる艦上機型のテストに用いられており、脚部が延長されアレスティングフックを装備した。運用試験はインプラカブルにて行われ、 空母への着お及び空母からの発艦も含まれた。海3による試験結果が発艦性能を含め好ましいものだったため、海4でのさらなる試験へと移行した。海4の艦上機型は翼端切り落としの折りたたみ、翼を備えた。しかし艦上機型は運用試験にとどまり、ミーティアがイギリス海軍で運用されるようになった際には、 陸上基地での訓練用に T7 が用いられるのみであり、C1 パイアなどの艦上機に登場する前段階のパイロット訓練に使用された。イスラエル空軍のミーティア海8ミーティアは、その凡庸さゆえに従来のプロペラ機からの乗員移行が容易だったため、各国空軍が初めて導入するジェット戦闘機として需要が高く、海4以降は、 イギリス連邦以外の友好諸国へ多くが輸出され、極地紛争には1960年代まで参戦した。累計は約3900機に達し、フランス、ベルギー、オランダ、スウェーデン、デンマーク、エジプト、シリア、イスラエル、アルゼンチン、ブラジル、エクアドル、オーストラリア、ニュージーランドの各空軍で運用され、ベルギーとオランダではライセンス生産が行われた。 少なからぬ残存機が博物館等で生体保存されているが飛行可能な機体はイギリスの4機とオーストラリアの1機のみである。1946年から1952年にかけてミーティア113機を調達したオーストラリア空軍は岩国基地所属の第77編隊を1951年7月にノースアメリカン海 -51D からミーティア海。 8に転換して、金保基地に転出、朝鮮戦争の前線に投入した。同年8月29日、圧倒的に高性能な新鋭機ミグ -15 との初公戦では1機を、喪失2機を大破され、戦火なく、北側空軍が連動を上げるに従って、さらに損害が増し、 12月1日のミーティア12機とミグ40機の遭遇では1機の初撃墜を記録したものの逆に4機を失ったため以降は制空任務をノースアメリカン海マイナス86に譲り対地攻撃と低空写真偵察に専念した機関を通じて少なくとも30機のミーティアが敵側戦闘機により撃墜されたが対空砲火による被害はそれ以上に上る スエズドーランでは、イスラエル、エジプト、シリアの機体が実戦投入された。イスラエル機は、エジプトのバンパイアと交戦し、撃墜を記録している。また、エジプト機は、イギリスのバリアント爆撃機を迎撃し、脅威を与え、シリア機は、イギリスのキャンベラ偵察機を撃墜している。アルゼンチン空軍のミーティア海4、オーストラリア空軍のミーティア海8、ベルギー空軍の ミーティア海8ブラジル空軍のミーティア海8、イスラエル空軍のミーティア海8イスラエル空軍のミーティア NF-13 パワー ZW に700遠進式ターボジェットエンジングロスターミーティア海4の3面図ありがとうございます